竹内さんはあの理由だと政治家になっちゃダメですね。いや本当そうなんですよ。これだからあの政治家っていうのは命がけでやるものであって、ちょっと昔だったら戦に負けたらみんな殺されてたわけです。政治家っていうのは利権の分取り合いですから、もちろんそれで殺すとか身体に影響が出るっていう社会ではないのは私も理解していますが、あの具体的に何かあの放火をされるとか殴られるとかそういうような切迫でした状況であれば、これはあの警察に相談をしてですね、いわゆる防衛というか警護してもらえばいいわけですよね。でもその理由がですね、世の中からの、まあ、意見が怖いっていうわけですね。批判がある、竹内さんかな、で家族が耐えれない、もう呆れ返ってですね、あなたたちがこれまで斉藤知事にやってきたことはどうでもいいんですか。斉藤知事や斉藤知事の家族を不安と恐怖のどん底に突き落とし続け、竹内さんが言った浴衣祭りとか全部嘘だったわけですよね。弁明も釈明もされずに辞めれば済むと思ってることが驚きなんですよ。で、多くの方はお亡くなりになったり辞めたりしたらそれ以上攻撃するなという世論でしょう。メディアは特にそうでしょうけど、いくらもらったんですか議員報酬。竹内さん何年やったんですか。で都合が悪くなったら辞めるっていうようなことをね、メディアは家族が脅されてかわいそうです、立花が悪いんですとかって報道してるから、メディアの方がおかしくてネットが正しいんじゃないのって、みんな税金でやってきてるんでしょ竹内さんだって。それで百条委員会の委員を最後まで全うせずに辞める理由は家族を守りたいんです。僕の息子や娘をどれだけいじめられたんですかこの19年間。僕だってそうだけど、家族は言いましたよ、娘にも息子にも、パパの仕事は総理だ、あの政治家だから、いろんな人からあの批判される、悪口も言われる、嘘でまでね責められる、でもパパは税金から政治家としてお金もらってるから、そのお金でお前らは飯が食えてる、学校にも行けてるから、それは耐えろと、いじめがあったらそれは言い返せ、やり返せと、それが政治家の家族の生き方でしょう。家族がたかだかネットで批判されるから、家族を守るため、じゃあネットで批判してる人暴力振るってるんですか。事務所の前に行って選挙運動することは暴力なんですか。一方的な記事、よく取材に来られましたよ、ありがとうございます。むしろね、どこともあれだけの報道がされ、月曜日から今日金曜日ですけど、私のことをいろいろと報じてられますが、テレビ局、新聞社、初めてですよ取材に来ていただいた。それは本当にありがとう、毎日のありがとう、これは別に皮肉じゃなくてね、これ逆に言い返せる、反論できる機会を与えていただいてありがとうございます。それこそ裁判でもしない限り言い返せないと思ってたんですよ。だからこそメディアの皆さんは今回その斉藤さんにぜひ聞いてもらいたいですよ。斉藤さん辛くなかったですか、怖くなかったですか、斉藤さんの奥様は不安や恐怖感じなかったですか、子供さんはどうですかって。彼は黙ってるから報道されないんですよね。彼はこう言ってましたよ、周りの支援者は選挙負けそうだから奥さんに出てきてもらってお涙頂戴の演説者どうですかと、斉藤さんきっぱりと妻には危険を、まあ、危険なね思いさせたくないから、だから住所も非公開、自宅を事務所にするなんて持ってるほかですよ。4分の1は水道代や電気代も出してるんですよ。税金で自宅の経費を4分の1負担しておきながら事務所に来られたら、お母さんが怖がってる、退避しているってやめてまいって話ですよ、とっとと。で彼がどうしていいかわからないって言うから、答え簡単ですよね、斉藤さんと同じようにやったらいいんでしょ。県議会の人たちは出直し選挙したらいいんですよね、やめたらいいんですよ。一回自ら辞めて補欠選挙やればいいんですよ。奥谷さんは自ら辞職をして、ね、周りのあと2人のどちらかが辞職すれば3人中2人辞めれば、ね、補欠選挙があるんです。奥谷さんは選挙に出て自分の言いたいことをしっかりと県民に向けてマイクを握って国
9日間できるわけですから補欠選挙すりゃいいんですよ。それは斉藤さんがやったことと同じじゃないですか。それをメディアにね、僕は脅されて困ってるんです、脅されて辞めた議員もいます。そういうね、お涙ちょうだい感情論で政治するんだったら政治の世界からご退場いただきたい。そして今回ももう一つ別件で言うとね、彼の親族の会社が倒産したと、彼はまたメディアに言ってますね、一族経営ではない。頭おかしいんか、自分のおじさんですよ、創業者は自分のおじいちゃんですよ、自分のお父さんはそこの会社の役員してたんですよ、おじさんの会社と僕は関係ない。もうそれをメディアが書いていて、もう本当頭おかしいなっていうレベルです、はい、ごめんなさい、ちょっと攻撃的な、そんな感じです。はい、ありがとうございます。はい、バイオン市長の谷口さんね、 6期連続無投票ですよね。で、彼はパワハラ、昨日謝罪してましたけど、あっちこっちでパワハラしてませんか？取材してます？それで、あれだけ斉藤知事はパワハラパワハラって言って音声何一つ出てこない、百条委員会で調べても一回机ドーンと叩いて付箋一枚投げたんですよね。谷口さんは机二回叩いてますよ。しかもメディアに対してのパワハラですからね、報道せやくらーって言ったでしょ、2回やったんですよ、映像あるんですよね。なぜ取材に行かないんですか。5月に谷口さんの対抗馬取り下げてますよね、パワハラ疑わないんですかね。5月に行われた、今年5月に行われた愛用市長選挙、2人の候補者が立候補しました。1人は谷口市長、もう1人は小西さんというね、候補者100万円払って選挙届けて出した、ポスター貼った、ね、選挙演説もした、ね、谷口さんの7000多選が問題がある、ね、声高らかに演説をした。ところが5時ちょっと前にやっぱりやめとく、取り下げたんですよ。なんかあったでしょ、パワハラあったとは言えないけど、パワハラ疑わなきゃいけないんじゃないの、メディアは。やめた小西さんこう言ってるんですよ、100万円出してくれる人がいたから取り下げた。本当に100万円誰が出したの、市長疑わなきゃいけないんじゃないの。それがメディアの仕事なんでしょ。もう一回言いますよ、6期連続24年選挙してない市長が初めて久しぶりに選挙、こう相手方一人、その人が辞めた理由、私の支援者から100万円もらった、そして静岡県の藤枝市で選挙に出ることにしたから。この人元県議会議員ですからね、兵庫県の、兵庫県の県議会議員の人が兵庫県の選挙に出るために静岡県の選挙を辞めたは分かりますよ。兵庫県の元県議の人が今回の、ちなみに兵庫県議会議員選挙の補欠選挙の尼崎市議会、尼崎市でも出てるんですよ。この人今も選挙出てますから、やばくないですか。兵庫県の元県議会議員で今回の兵庫県議会選挙の補欠選挙の尼崎市の部で出てるんですよ。で、今週日曜日この17日の選挙で落選して19日の広川町の町長選に出てるんですよ。今だからこの人は選挙に出てるから報道しちゃいけない人ですね、選挙運動になっちゃうから。で、その人が今年の5月に机をと2回も叩いた人を相手に選挙途中で辞めたんですよ。なんで取材しないっていうことも、これがまさに取材しないメディアに対する不信感でしょ。だからはっきりと言うと、メディア、大手メディアは嘘はつきません。それ嘘をついたら裁判されたら勝てないからです。だから立花は立候補してませんとは言わないですね。でも立花は生放送には呼びません、立花は放送には参加させません。これがオールドメディアのやり方、これを多くの国民が知ってしまったんですよ。で、まだやってるんですよ。谷口さんに取材行きましょうよ。今年5月何があったんですか。小西さんに取材に行きましょうよ。何があったんですか。知る権利があるでしょ。そういうことを言ってくれる立花に対して多くの有権者が、あの人は本当のこと言ってるよね、これがまさに、これこそ怖いじゃないですか。ある特定の 市長に対してお前なんか悪いことやってんちゃうかって実名で言ってるわけでしょ。これ家族や僕に危険がないんですか。僕今税金でお金もらってないですよ。だからさっき言ったように県議会議員に対して頭にくるんですよ。お前ら税金で何年金もらってんねんと。
たかだか言論で責められたがゆえに家族が怖がってるから、これ以上家族のために僕は議員を辞める、順番違うやん。県民のために仕事するんでしょ。県民の中に家族がいて自分もいるんでしょ。家族のために仕事をするんだったら民間の仕事しときよって話なんですよ。それをまたメディアが家族が責められてるかわいそうって、もうその観点がおかしいんですよ。パチプロ政治家 YouTuber N 国代表、俺が立花、口の利き方を気をつけな、俺は持ってるぶっ壊す力、未来永劫不老不死、天上天下唯我独尊、売られた喧嘩は買いますせ、ぶっ壊してみな弱小政党、不倫路上カーセックス、これはアウトなデラックス、反社に過激な集金トラブル、先にセクハラないモラル、ないのないの受け継ぎせ、多分ないんだ受け継ぎの方めっちゃ一発自信よ、見たくない、もう来りぼりよ、一人で始めた放送局 NHK、 まるで暴走族だから俺が全てを暴く、 NHK をテッカー